まあ本当ね、なんかもうその人カートに入れて買う寸前まで行ってたらしいので、はい、皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃助です。今日ね、知り合いがトランシーバーを買おうとして詐欺サイトにね騙されそうになったんで、まあその話をねしようかなと思います。多分1年ぐらい前かな、トランシーバー販売してるね、販売はしてねえな、トランシーバーを販売してるように装ってる、詐欺サイトが横行してるんで注意しましょうという話をしたと思うんだけど、まあ、やっぱね、こういう動画ちょっと定期的に、上げていかなきゃいけないかなと思って、お話しします。まあ、今日何気なく昼休みにこうやって LINE してて、知り合いから ICDPR6 が25,000円で売ってるから買おうかと思うんだけど、どう思うっていう、LINE が来て、あ、まあ、25だったらいいんじゃない？結構安いんじゃない？っていうふうに返したわけですよね。で、僕はまあ、あ、多分中古でヤフオクとかなんだろうなっていうふうに勝手に思ってたんだけど、たまたまその後その人がキャプチャーでサイトを送ってくれたんだよね。で、それ見て、ん？これはっていうふうに思って、URL 送ってっていうふうに頼んで、チェックしてみました。まあ、バッチリ詐欺サイトだったということなんだけど、まあこのサイト見てみてどこで詐欺サイトってわかるかっていうと、まずドメインですよね。.cc というドメインを使ってるんだけど、あんまり聞き慣れないんじゃないかなと思うんだけども、確かどっかのちっちゃい島かなんかに割り当てられてるドメインなんだけど、需要が少ないのでフリーの、ドメインとして確か売り出されてるものだったと思います。このドメインっていうのは基本的に地域とかその団体の属性とかで取れるものっていうのは決まってくるんだけど、例えば日本だったら co.jp、 これは日本の法人しか取れないし、一法人につき一つしか取得できないので、まあかなりね信頼性高いだけども、まあ .com とか .net、 この辺はまあフリーで取れちゃうから、まあ信頼性っていう意味ではどうかなとは思うんだけども、まあcc とかね、こういう聞き慣れないものが出てきた場合は注意した方がいいかなと思います。で、あとこのドットの前のこの文字列ね、これもこれ意味がわからんでしょう。こういうものもね、怪しい一つのポイントですよね。まあ、あとは決定的なのはこの商品の並んでるのを見ると、同じ ICDPR6 が並んでるのに値段が全然違うのが並んでると。これ普通ありえない、ありえないよね、通販サイトで。最後にね、前にもこれ話したと思うんだけど、ネット通販やる場合、特定商取引法の関係で必ずその運営団体の表示をしなきゃいけないんだけど、まあ、これがね、架空のものでした。まあ、住所をググってみればこんな住所ないしというところで、大体そういうのってね、検索すると詐欺サイトで使われてる住所とかでね、出てくるように思います。まあ本当ね、なんかもうその人カートに入れて買う寸前まで行ってたらしいので、まあこういうね身近な人がねそういう目に遭いそうになるということで、実際まあ被害がね、実害が出てる人もねいるんじゃないかなと思いますんで、まあ通販はね本当便利で僕もすごい利用するんだけども、使い方というかそのどこの通販サイトを使うかっていうのはねじっくりよく考えた方がいいのかなっていうふうに思います。はい、まあその辺はね自己責任なんだけども、まあ便利なねネットで嫌な思いをしないようにね、注意してもらえればなというふうに思います。またその人にね今度会った時に、実際どうだったかっていうのをよく聞いてインタビューしたいんだけどな、モザイクとかかけて声とか変えて出てもらえればいいかなというふうには思ってます。皆さんも詐欺サイト注意してください。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。